はい、乾杯。まっすぐなのかどうかが分かりづらい、ね、はい、あ、ちょっと待って、手を合わせたらここが進む、はい、イエーイ、こちらも、じゃあこっちも、はい、イエーイ、乾杯。私ね、なんか大抵はまあ知り合いの人としか やらないんだけど、うんうんうん、まあ、たまに初めての人とかやるじゃない、うん、でもなんか怖いって思われてるみたいで。怖いだろうね。怖くないの、合ってるだけで怖いから。なんでどこが、なんか背が高いし、やっぱこれだけ歌ってくるとやっぱりこう意識も高く思われない。なんかね、大丈夫だから大丈夫でしょうかとか言われて、いや私こそ大丈夫ですかみたいな、間違ってなかったみたいな、そういう低レベルの話してるのにさ、もうなんか警察さんだったらもうすごい学術的に何かこう分析とかしてなんとかでとか、いや、いや、野生の勘なんだけどと。いやいやいや、頭がいいよやっぱり。なんかね、言われる、言われるだろうな。でね、恐れられちゃう。なんかちょっと怖そうに一見見えるかも。物事はっきり言いすぎんだろうね、私はね。言う？そんなにはっきり言う？っていうか、なんかね、世の、本当、なんていうの、こういう人って女子力ですごい、女子力高っていう人って、例えば何か一つね、気に入らないことが、例えばさ、伴奏合わせとかって。でさ、例えば30分しかないとか決めて、ここなんですけどとか言って、なんか私の感じではもうちょっとこれぐらいでみたいな、なんかぐらいのオブラートのくるみ方なんだけど、そういう人見てると、あ、とっても素敵で、あの、素晴らしいですけど、ちょっとだけ早いかなっていう、でも私が歌えないのがいけないんです。なんか私が歌えないんですよ。私も言うけど。いやっていうか、なんかその、いや結局何なのみたいな、なんかすごい前後がすごく多くて、でも素晴らしいんですけどとかちょっと言えないから。うん、でなんか私は逆にもっとテキパキして、うん、何を要求されてるか分かって、うん、で早く終わった方がいいって思ってたんだけど。もうなんか生意気とか、もっと若い頃はもうすごい生意気な人って言われてたし、今もなんか生意気って年じゃなくなっちゃったら今度は怖いになっちゃって、どっちみち感じ悪いんじゃんみたいな感じなんだけど。そうなんだね。うん。何なんですかね。そんなことはないと思うよ、全然。多分やっぱりその風貌と、風貌です。あとなんか謎の経歴ね。経歴謎すぎるからね。ちょっと学校の名前が文字数が多すぎるとかそういうやつでしょ。そうそう、あとね、もう高校からね、あ、もう中か幼稚園からか、そう、幼稚園から文字数多いのよ。もうさ、読めないじゃん。読めない。あのね、画数多すぎて、画が模擬試験の時とかに書くじゃない、さ、欄がさ小さすぎて書けなくて2段とかに書くの。すごい、学校に行ってるよ。行ってただけで。あと生徒とかもすごい怖いとか言うね。ね、私さ、ちゃんと褒めてんだよ。褒めてんだよ。うん、褒めてんのよ、本当にマジで。なのに、なんか先生が怖いとか。でね、あ、逆の果てにね、すごい上手にできる時もあるじゃない。でね、すごい良かったよとか言ったの。なんか言ってください、なんか言ってくださいって、なんかね、怒られないと捨てられたみたいな。確かに、うん、それはあるかも。私がもしかおりちゃんって言ったら同じこと言うかも。そう、そんなもん、うん、そんなもん。私なんか喜んじゃうけど、世の中にはこうやって例えばさ、友達付き合いでランチするだけでも気があって通過みたいな人もいれば、ちょっと気使っちゃうなとか、この人嫌いじゃないけれども少しお話がもたつくなみたいな組み合わせってあるじゃない。組み合わせっていうか相性でしょ。ピアニストもそうで、相性が合う人だともう一個も何
何の説明もなしに、じゃあやってみましょうか、じゃんってやって、一回やって、もうなんか終わっちゃって、27分ぐらい余ってますけど、どうしますみたいな。そういうふうになる人もいるんだから、だからね、この世の全ての人と仲良くする必要もないので、ね、でも人付き合いは苦手だわ。ダメ、すごいな、苦手っていうか、もういいよ、うん、もうこの年になったらさ、ある程度は自分を大事にしようよ、うんうん、なんかいろんなことをすごく我慢する必要もうなくないんだね、うん、なんか変な言い方だけど、意外とね、パッと聞き、うん、クラシック聴かない人が入りやすいのって、うん、マーラーとかワーグナーじゃないかって思うの、うん、なんかさ、こう壮大でジャーンってしてて、うん、でかっこいい音楽みたいな、うん、それで、それこそさ、うん、ジョン・ウィリアムスなんかすごいさ、うん、シンフォニックなかっこいい、うん、はいはいはい、だからなんかそういうので、例えばダース・ベイダーのテーマみたいなのも結局はワーグナーのシステムだし、だから素人さんとかもさ好きじゃん。そうでね、なんかね、ちょっと息盛り上がる、うんうん、やっぱり例えばバロックとかモーツァルトのオペラとかをじっくりね2時間とかね聞いて楽しめるのって、ある程度変な言い方だけれども、素養じゃないけど慣れが必要だと思うんだけど、なんかこうさ、だってバラエティとかテレビ番組のこうバックグラウンドミュージックにカルミナとかさ、ベルレクとかしょっちゅう出てくるじゃない、あとなんちゃってカルミナみたいな曲とか、ね、だからそういうああいうものの方がパッと聴いておーってなりやすいんじゃないかなと私も思うんだけど、だってゴジラだってマーラーでしょ。そう、だからね、そういうことをね、なんかたまにはご飯とも取ってみよう。なんかそういう意味でなんか怖くないよみたいな、うん、でもね、私あの3月のあの中継の神々の黄昏、あれなんてさ、大丈夫、正直さ、全然さ、字幕なんか出てないし、しかもさ、妖怪シリーズの最終回だけを見てね、みんなあの知らない人は全然わかんないし、知ってる人もハードル高いよなと正直思ってたんだけど、それが意外や意外、なんかバズってるから来ましたみたいな、お、これオペラなんすかとか、え、マジでこれ今歌ってんすか、すげえとかね。でもこれ今までそういうことがなかったじゃない。そう、だからなんかとりあえず体験するみたいなのがなかったから、あれはすごかったよね。だからね、そういう人たちが、あと映像、あれは演出がすごい綺麗だったから、うん、映像が綺麗だから、うん、意味がちょっとよく分かんなくても、なんか見てられるわみたいな、うん、それは逆に私も同じ感覚で思った。うん、あんまりよく分からんけど、でもなんかやっぱ綺麗だし、うん、音楽はやっぱり聴きやすいわけじゃないけど、別にこれ現代曲みたいな感じじゃないからさ、うん、そのなんていうの、聴きやすいっていうかさ、てか理解しようとか思わないで、お話をなんとなくぼんやりとこんな感じかなと思ってると、なんかこうジャジャンって言ったから何か起こるのかなとかさ、うわ来た来たさ、そんな感じよ。それが楽しいじゃない。パセリがね、揚げてあんのがすごいコロコロで美味しいんだけど、ね、パセリかよって話なんですけど、パセリ好きなのよ、うんうん、私はさ、割とこうあり合わせ料理みたいな人なんですけど、ユミユミはなんかすごいちゃんと正しい料理みたいな。これは毎日やってたらできないけど、でもほら普段の時はもうそれこそコックドゥ使っちゃったりもしょっちゅうだし、あり合わせの野菜で作ったりとかある。いやでもね、コックドゥとかってさ、バカにできないというか、私それこそね、なんかあのなんだっけ、プロフェッショナルの流儀とかさ、ああいうドキュメンタリーもの見るのすごい好きなんだけれども、ああいうさ
大きいお金をかけて開発してる商品って結局誰でも間違いなくできて誰でも美味しくできるようにってものすごい研究をされた結果のものじゃない。そうだね。だからね、そこら辺のレスペクトって欲しいなって私は思うのね。クックドゥ様々だよ。あと人数少ないとさ、たくさん調味料とか揃えるとなんか一回使っておいて。これ何年前のですかみたいな。2018年、今20年や。あの消費期限が2016年とかね。あらーみたいな。あるあるのよ。ね、引っ越す時とかにびっくりするよね。うん、いやでもね、本当に尋常じゃないぐらい痛かったの背中が。あのこう肩甲骨こう2枚あるじゃない。この右の肩甲骨のこの内側、はいはい、この中のところの筋肉がすっごい痛くて、これぐらい手伸ばしただけでもビリビリってきて、だからねこれとか取るのも嫌って感じだったの。でなんかこう手出すのが嫌で、なんかこれぐらいの範囲で生きていきたいみたいな。良くなった針って。そう、それで、でこれ何ですかって言ったら、まあ、あれだね肩こりみたいな。え、肩こりってって言って、なんでって、別に凝るようなことしてないけど、勉強もしなかったし、言ったらうんとか言ってしばらく治療しながら、あれだな、規則正しい生活に疲れたんじゃないの、えその通りだよ、向いてないでしょその通りですみたいなもうね笑っちゃってそうだからちょっとね、あ、じゃあ悪いこの暮らししようと思って、2、3日なんか勝手な時間に起きたり、夜も夫が寝てからもなんかうろうろ家の中でしてたりとかしてたら治ったThank you.